2番マリー・フライス・デュブレイユ・パトリス・ローゾン組カナダ、リズムはタンゴ、スパニッシュワルツ、タンゴです。 Number 2 representing Canada Maria Dubreuil and Patrice Lauzon。 カナダのカップルです。マリー・フランス・デュブレイユ・パトリス・ローゾン、コンパルソリーダンス終わって5位です。今年2月の東京で行われましたグランプリファイナルに初めて出場しました。この時は6位でした。マリア・デュブレイユ、まずはタンゴ、ブエノスアイレスのマリア。まず初めにストレートラインステップを踏みます。練習の時に苦労してたんですけれども、なかなかよく揃ってます。センチあるカップルです。カナダのデュブレイユ・ローゾン、情感たっぷりに2分半踊り上げました。グランプリシリーズ、今シーズンはドイツ大会で2位に入っているカナダのカップル。やはりリフトをした時にその同じ側にだけターンをしていくのではなくて反対にターンをしたりとかですね、それから対角線上のステップでもですね、途中でもって一瞬止まって少し戻るところあるんですけれども、はい、まあ、そういったところで複雑なステップをですね入れてくるというような工夫が至るところに見られまして、大変に面白かったですね。これは最初のストレートステップです。これもですね動きが非常に速いんですけれども、ここで2人のターンのタイミングとか、あるいは滑ってる2人の感覚ですね、はい、そういったものが本当にぴったり合ってるんですね。しかしこの2人もカナダではボーン・クラーツ組に次ぐナンバー2のカップルに成長しました。デュブレイユ・ローゾン組の得点、コンポジション、得点が出ます。5.2、コンポジション、5.0、音楽に乗ったスケーティングやステップの難易度、独創性などが問われます。 5.3、 ほとんど最初に滑りました。デンコはスタビスキーと同じような得点となっています。5.2、5.1、5.0、5.3。
続いてプレゼンテーション 5.4、5.5、5.2、5.6。カナダ、ウクライナ、アメリカのジャッジは1位点をつけましたが、2位の順位点が4つ、これで2位ということになります。5-5 5-2 5-6 5-3 5-2 5-4 Thank you.